子供服とは、子供用に公案、製造された医療品のこと。ここでは、アウターウェアの子供服を掲載する。日本国内で販売されている子供服は、ジャイル4001、ジャイル4002、ジャイル4003に基づいて、身長別にサイズが表記されることがほとんどで、年齢層別に0歳から3歳頃までの乳幼児を対象とし、 おむつ着用を前提に設計されている50から100サイズまでの服をベビーブック、おむつが取れた頃の3歳頃から小学校低学年頃以下までにあたる90から130サイズまでの服をトドラー服、小学校中学年頃から中学校頃までにあたる130から175.185サイズまでの服をジュニア服として細分化されている。肥満ン体のサイズは サイズ数値の後に B、E、H、K と記される。1980年代までは年齢表記で表記されており、アメリカ合衆国などで販売されている医療品は未だにこの表記である。ほとんどの服が対象となる性別が女児用と男児用に分かれているが、男児向けのデザインの上着、ズボンは女児が着用することも少なくないため、 セシールなど一部の通販サイトでは男児向け商品の一部を男女事件用と表記する例がある。また、高校生頃など私服では、ティーン服へ移行しているものが着用するものであっても、学生服は子供服と同様に、ジャイル4001、ジャイル4002で表記されることが多い。中世以前の服装は身分により区別されており、大人とは異なる子供服という、 年齢により区別される医療が開発されたのは身分制度が解体した17世紀以降のことである。ただし中世を欧州では形態的な子供用の服という区別はないが、幼児には赤、木と原色系、青少年には緑色と着る者の,の年齢によってよく使われる配色の別は存在した。明確に子供用の服というコンセプトの子供服が作られ始めたのは、 19世紀の欧米と見られているが、当時の子写真に見る、子供服は男女児服の区別が明確でなく、男児であっても、リーボンやレイスの装飾を施されたドレスやチュニックを着用していることもある。明確に男女児服の区別がされていくのは、ビクトリア時代に流行したセーラースーツ着こなしにおいて、ボトムスが区別されてからである。丸高い量バリアフリー子供服、川で処防新車、 図説ヨーロッパ復職誌、ISBN 9長7843億976万1404ありがとうございます。